身長ビヨーン石井学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関すること配信していきたいと思います。身長の方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日お話しさせていただくのは身長先生聞けのパート11ということで、超人気シリーズですね。皆さんの身長に関する疑問をですね、コメント欄の方に記載いただいて、そちらの中が私の方でピックアップさせていただいて答えるコーナーになりますので、身長に関する疑問がありましたらぜひね、コメント欄の方に記載をお願いします。さてそれでは、ね、今日もね、10個の質問に答えていきたいと思います。それでは行きましょう。まずは B さん。僕の身長は最終的に180センチいきますかっていうことで、12歳3ヶ月154センチ、13歳3ヶ月164.4センチ、14歳3ヶ月 173.1、14歳9ヶ月176で、お父様とお母様の身長はそれぞれですね、176と168ということで、こちらの方はね、180センチいくかどうかというのをちょっとね、見ていきたいと思います。ちなみに Twitter もフォローしてくれたことありがとうございます。本当に僕の Twitter めちゃくちゃ人気ないんですけどね。ってことで、こちらですね、じゃーんってことで、いつも通りですけども、身長の表を出していきます。で、今回見させていただくと、12歳3ヶ月の時154センチっていうのはですね、173.6センチのペースから今回はデータとしてはスタートしているので、最初の段階ですね、かなり180センチが厳しいかなっていうところなんですけども、その後ですね、どんどん右にシフトしていって、で、一番最新のデータですね。14歳9ヶ月で176センチっていうデータを見ると、表でいくと 180.3 センチのペースになってまいりますので、今回目標の180センチに到達できる可能性があるというふうに言えます。またですね、ご両親の身長も176と168ということで、計算上ですと 178.5 センチぐらいかな。遺伝身長で、ね、そういったような計算もされますので、そういった意味でもね、180センチっていうのはね、到達できる可能性があるのではないでしょうか。ぜひね、頑張って一緒にやっていきましょう。次ですね、B さん。で、もともと太っていた人が20キロとか30キロ単位で痩せたら押し込み見られて、上がっていた骨盤が元に戻って身長が多少伸びることがあると聞いたんですが、本当かどうか知りたいです。どうでしょう。これが答えですね。多分嘘だと思います。はい、じゃあ次行きましょう。T さん、動いたりすると膝の裏が痛いのですが、身長と関係していますかってことですね。膝が痛い人はたくさんね、いらっしゃると思うんですけど、その人たちが全身中伸びるかっていうと、そういうわけじゃないと思うので、これはあんまり関係ないんじゃないでしょうかね。もちろんね、成長痛っていうのはね、評価であれば、もしかしたら身長が伸びるかもしれません。ぜひですね、受診の方に行っていただいて、そこをね、判定を受けていただくといいんじゃないでしょうか。まあ、一般的にはそこまで関係ないというふうにも思います。次ですね、G さん。現在164センチの高校1年生です。母親が151、父親が171ってことで、11歳141、12歳150センチ、13歳155センチ、14歳159センチ、15歳161センチの成長ペースです。これは早熟でしょうか。またここから170センチに行くことは可能でしょうかってことですね。ちなみにバスケ部所属です。長文失礼しましたってことなんだけど、こちらですね、またいつも通りですけど、表の方をまず見ていきましょう。今回、ね、表を見ていただくと、今回ちょっと何ヶ月のデータか分かんなかったので、仮にですけど、11歳0ヶ月のデータとして計算しました。こうやって見てみると、11歳の時から12歳にかけて、やや右にシフトしていきます。その後は、ずっと左にぐーっとシフトしていってますので、タイプ的にはやっぱり早熟っていうような表現になってまいります。基本的にはね、思春期の後半にかけて、こういうふうに左側にシフトしていくようなタイプは、早熟の特徴になってまいります。まず一つ目の回答としては、早熟っていう表現になってくると思います。今回ね、高校1年生で164センチって、これも何歳の記録かちょっと全くわからないので、仮に16歳だというふうにして判定すると、15歳0ヶ月の時が161だというふうにして、ここ1年間ぐらい166センチのペースになってまいりますので、そういったところが一つの着地点の予想になってくるかなと思います。それに対してですね、早熟傾向が強ければさらにそれをですね、少し下回ってしまいますし、晩熟っていうの表現であればここが右にシフトしています。今の時点で早熟なのか晩熟なのかはレントゲン採血を取ると分かります。170センチ行くことはね、不可能とはもちろん言わないので、頑張っていただきたいなと思うんですけど、この単純に何もしないと170行くのは少し難しいかもしれません。次ですね、T さん、身長を伸ばすに効果的にストレッチはありますか？またそれによって最大何センチ程度の伸びが期待できますかってことなんだけども、身長を伸ばすストレッチね、これね、ぜひ配信したいなと思ってるので、うちのクリニックは、ね、理学療法士がおりますので、ぜひね、一緒に今後配信していきたいと思います。待っててくださいね。最大何センチ程度伸びるかってところなんだけど、まあそこ難しい質問だね。どうだろう。例えばなんだけど、厳しいお医者さんとかね、伸びないとかって言ったりする表現もあるかなと思うんだけど、優しく見積もると1センチとかね、2センチぐらいって可能性があるんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。次ですね、S さんですね、180センチいくか教えてほしいですってことで、6歳から13歳までね、ほぼ1年おきのデータがあるってことで素晴らしいです。しかも何歳何ヶ月までってことね、月齢まではしっかり書いていてね、非常にありがたいです。ありがとうございます。こちらの方のデータですね、身長伸びるかを見てみたいと思います。まず最初ですね、6歳1ヶ月の時のデータを見させていただくと、 172.8 から 173.6 ぐらいのペースにありますので、最初の時点ですととてもですね、180センチというような表現は難しいんですけども、その後ですね、どんどん右にシフトしていくのが分かります。ですので、どんどんですね、いい値
型になっていて、一番最新の13歳7ヶ月の時点の 172.2 センチというのはですね、ほとんどですね180センチのペースに乗っかってまいります。ですので現時点ですと180センチも十分にいけるような可能性があるというような表現になってまいります。またですね、同時に陰毛の生えている時期も12歳4ヶ月ぐらいということで、いわゆる平均的な予想になってまいります。そういった意味で180に到達する可能性は十分あると思います。ただですね、こういったようなデータだけじゃなくて、実はレントゲンとか採血をすると成長がね早く進んでたりすると骨格の伸び率がぐんと落ちてしまいますので、その点は注意が必要になります。ですけどね、180センチいくんじゃないでしょうか。一緒に頑張って伸ばしていきましょう。身長ビヨーン。次ですね、M さん、成長期にきつい状態の靴を履き続けることで足の成長が止まることはあるのでしょうか。また足の成長が止まった場合、本来よりも身長が伸びなくなってしまうことはあるのでしょうか。男で身長170センチ、足 23.5 センチですってことなんですけども、成長期にすごくきつい靴を履いたりすると足の成長がですね少し止まるような可能性は少しはあると思います。なので、まあそれは確かにちょっと注意が必要かなと思います。正直言って1センチから2センチが小さくなるぐらいであれば身長に影響を与えるかというと、そこまでも与えないようにも思います。ただね、もうきつい靴をねずっと履き続ける理由もよくわからないけども、そういったところが一つの答えになってくるかなと思います。ただ今回に関して言うとね、足のサイズ 23.5 ということで、まあ確かに小さいんですけども、極端に小さいというわけではないと思うので、 23.5 上ではあんまり影響ないんじゃないでしょうかね。次ですね、 M さん、逆に身長、先生子供の頃身長のことで悩んだり不安になったことありますかってことで、もちろんあります。で、身長はですね、もうほぼ全ての人の悩みですので、やっぱりありますね。うん、逆に言うとそういう風にね、まあ、悩んだ経験があるからこそね、こうやって皆さんね身長で、ね、伸ばしてあげたい、そういった気持ち、情熱が溢れているのも事実になります。次はですね、ホモさんですね。11歳5ヶ月から15歳0ヶ月までデータがあって、女性ということなんですけども、こちらねデータを一緒に見てみると、今回はですね、こう左から右にグーッとシフトしているのがよくわかります。つまりこの方もね、何一つ女子としての思春期症状ないということで、まさに半熟型だと思います。ですね、このビューといくと165ぐらいっていうね表現になってくるんじゃないでしょうかね。ただね、全くこの時で本当に何もねそういった症状がないのであれば、もっと身長が高くなる可能性も考えられると思います。それでは、ね、最後の質問ですね。9歳2ヶ月133センチってことで、180まで伸ばしたいんだけどってことなんだけど、9歳2ヶ月133センチ、今回で、ね、この情報だけしかないので、こういった場合ね、どういうふうに予想するかっていうのをちょっと紹介させてください。単純に9歳2ヶ月133センチのペースですと、最終身長の予測は 171.9 になります。これに対して病院に来ていただくと、成長が早いのか遅いのかが分かります。例えばなんですけど、成長がね1年早いというふうに推定されると 166.6 のペースになりますし、成長が1年遅いっていうふうな評価になると 178.8 から 179.5 ぐらいのペースになってまいりますので、180センチはちょうどですね、まあ、成長が1年遅い人であれば180に到達するペースというふうに見えますので、絶対不可能な数値ということもないと思いますので、ぜひね頑張っていただきたいと思います。今回、ね、伸びない理由も知りたいってことなんですけど、別に伸びてないってわけじゃなくて、もっと伸ばしたいっていうところがまず一つの答えだと思いますね。あとね、遺伝はあまり良くなくて、今から頑張って185いけるかっていうところで、185はね自然的に経過を見ていくだけだとちょっと難しいようなね気もしますけど、まず180センチで今ね掲げてらっしゃる目標をしっかりと見据えてですね、頑張っていただくといいんじゃないでしょうか。あとは寝ている時に体を丸めて寝ていますけど、それはね身長伸びないと関係あるかってことは、どうだろう、そんなに関係ないと思うんだけど、丸めて寝る必要もないと思うので、やっぱりねリラックスして広々とねバーッと寝ていただく方がいいんじゃないかと思いますけどね、参考になりますでしょうか。はい、ということで今日もね身長に関する疑問を答えてみましょう。いかがだったでしょうか。皆さんね身長に関する疑問がありましたら、ぜひねコメントの方に記載お願いします。それまたよろしくお願いします。身長ビヨーン、バイバーイ。